はい、皆さんこんにちは、サンジェです。今回はズームトランジションの作り方をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで早速やっていきたいと思うんですが、まず新規平面を出します。コンポジションサイズにして少しライトグレーぐらいの感じの平面を出しておきます。はい、でですね、こちらに、まあ、任意の文字、飛び込む元の文字ですねを作っていきたいと思います。はい、こんな感じで飛び込む元の文字を一つ打っておきます。で、色は白にしておいてください。でですね、これをトラックマットという機能があるので、このアルファ反転マットにしてください。そうするとこの白い平面で名前つけておきましょうか。ちゃんとこの白の平面をこれじゃあベースとしておいて、このベースをですね、この上の白文字でこうくり抜いてくれてるんですね。これ背景を透過にすると分かりやすいんですけど、ちょっとこういう感じで抜けてる状態になります。はい、ではここの中にこうカメラで突っ込んでいくアニメーションをつけていきたいと思います。そのためにはまずここをちゃんと 3D レイヤーにする必要があります。 3D レイヤーにチェックを入れておきます。まあ、分かりやすくこれ組だよっていうのが分かるように、ちょっと一回色を緑にしておきましょうか。同じ色でこれ組になってるよっていうのが自分で分かるようにしておきます。はい、でですね、一回これ間違って使わないようにロックかけておきましょう。では新規カメラを出して、さらにカメラコントロール用の新規ヌルも出しておきます。名前をカムとしておきましょう。で 3D レイヤーにして、カメラのポジションをこちらのカメラのヌルにコピーしておきます。でこれを紐付けておきます。はい、ではこのヌルでアニメーションをコントロールしていきたいと思います。これを動かすとカメラがこうやって動いていくのがわかるかと思います。ではちょっとアニメーションつけていくので、ちょっと画質をフルにしていくとちょっと重たくなってしまうので、画質をちょっと1/2に下げておきましょう。はい、ではですね、この頭のキー方でチェックを入れておきましょう。で3秒目ぐらいで中に入っていきたいので、こういう感じですね。グググググっと、このちょうど今真ん中に T があるんですけど、こう T の中を通っていくイメージですね。はい、こうぐーっと突っ込んでいくみたいな感じが出来上がりました。ちょうど背景こう透過させると分かりやすいんですけど、こうトンネルみたいにくぐっていってるのが分かるかと思います。はい、ではですね、奥にこのトンネルを通った先の映像を作っていきたいと思います。ではこちらちょっと素材用意してあるんですが、新規コンポジションを出しておきましょう。新規コンポジションでコンポジションの名前をインサイドとしておきましょう。まあ何でも大丈夫なんですが、分かりやすい名前にしておいてください。でこの中にですね、今この山を登っているハイカーの素材があるので、これをこう入れておきますと。でですね、これちょっとアートグリッドの素材なんですが、上下にこうちょっと黒帯がついてしまってるんですね。なのでちょっとこれついてると使いづらいんで、ちょっとこう拡大して上の黒み、上下の黒みは切っておきますと。はい、でですね、このコンポジション、これもコンポもちょっと名前ちゃんとつけておきましょう。コンプズームとしておきましょう。はい、でこの奥にこのインサイドを入れておきます。はい、この先ほどのハイカーの素材ですね。でこちらも 3D レイヤーにしておきますと。はい、まあ、そうすると画質1/2に下げるんですが、こう突っ込んでいくんですけど、奥行き感がないと。これ Z 軸上が0になっているので、こうくくり抜けても奥にないっていう状態になっちゃってるんで、この Z 軸をこう奥でぐーっと奥にしてあげます。背景の映像をぐーっと、これ一回1万とかにしときましょうか。すごい奥にしとくと、ちょっともっと通り抜け感が欲しいので、カメラはもっと奥にぐーっと突っ込んでいきます。はい、はい、で奥の映像がまだ小さいので、シフトをしながらこうやって拡大します。そうするとこういった感じでカメラがこう通り抜けると、奥にこういう世界が広がってるようなイメージになりました。でカメラの動きが今ちょっと等速になってしまっているので、イージーイーズをかけて緩急をつけていきたいと思います。このカーブを山なりにこういった感じで少しこう緩急がついた動きにしておきます。ちょっと調整が必要なんですが、ちょっと再生してみると、ギュンとこうやって入ってくれると。
で、まあこれはもうお好みで、もっとこの山を強くしていけばスッと通ってこう決まるみたいな雰囲気が出来上がります。はい。でベースがどんどんできてきたんですが、この周りがですねちょっと見切れてしまうのが残念なので、エフェクトプリセットからモーションタイルでこうミラーリングしましょう。モーションタイルを使うとこう背景を伸ばすことができます。でしかもこのミラーエッジっていうのを使うとこういった感じで反転させた状態で乗っけてくれるので、こうパッと見はこう素材が足りなかったのがごまけてくれるんですね。こういった感じで、まあ、よく見るとこう反転してるのバレちゃうんですけど、動きが速いシーンとかだとあまりこう目立たずにごまかすことができます。こういうテクニックですね。はい。続いてですね、この奥の下に文字を入れておきましょう。 In the mountain としておきたいので文字を打っておきます。奥の方に文字を打ちました。 In the mountains としておきましょう。でこちらも 3D レイヤーにしておきます。で 3D レイヤーにするとこのマウンテンはこの元の0の位置に来てしまうので、これだと良くないですよね。なのでこのインサイドのこの奥のレイヤーの近くに置きたいので、この奥のレイヤーですねの近くに置きたいので、このマウンテンを 3D レイヤーにした後、このインサイドにこう紐付けてあげるんですね。でその後ポジションを開くとこう Z 軸が出るんで、これ一回0にしましょうと。そうするとこうぴったりとこのIn the mountainの文字はこのインサイドと同じ軸に入ってきますと。でこれだとせっかくこう 3D レイヤーで分けているのにもったいないので、手前に出しておきましょう。これだと少し大きすぎるのでスケールを調整します。 Z 軸はこのぐらいにして In the mountains。 はい。紐付けてから近くに持ってってあげて手前に持ってくるみたいなイメージですね。はい。でこれで見てみると、この中をくぐって文字がこうグーッと出てくると。はい。いかがでしょうか。こんな感じでトンネルっぽく通り抜けるモーションができてきました。でですね、この奥の映像が最初から見えているとちょっとなんて言うんでしょうね、文字の視認性が良くないと思うので、文字は最初黒塗りにしておきましょう。その方法はまあ簡単で、こう黒平面とか、まあ、好きな任意の文字、色味を一つ出しておいて、このIn theとベースの間に入れておくと。まあ、要はここに、なんて言うんでしょうね、普通にまあシャッター的な感じで置いておくみたいな感じですかね。で、こうちゃんとこの突っ込んでいくこのアニメーションの途中で、見えてくるといいですよね。こんな感じでちょっと調整していく必要があるんですが、まあこれぐらいですかね。こんぐらいの感じで、はい、うん、いい感じだと思います。この黒みが徐々に晴れてきて、こう次のカットに行くと。このちょっとベースの部分少しザラザラしてた方がちょっと質感が出て、まああとズーム感もわかりやすいので、ここにフラクタルノイズでザラザラを作りましょう。フラクタルノイズを使って、まあこうなってしまうんですけど、これをですね、フラクタルノイズのトランスフォームをこうギューッと小さくしてあげると、こうまあ普通のノイズっぽくなるんで、これを乗算とかにしてあげて、もうほんと多分 2% とか、まあ、3% ぐらいですかね。もう薄くしてあげる、乗っけてあげると、もうちょっとかな、こう微妙にこう紙っぽい質感も出てくるんで、こういう感じで、まあ微妙なとこなんですけど、フル画質にすると少しわかると思うんですが、こういう感じでちょっとだけこうニュアンスが出るんで、こう白のただの平面よりはこう近づいてってるっていうのがよりわかりやすくなってくるかと思います。はい。あとはちょっと周辺も落としましょうか。 CC でトーンカーブを使って楕円ツールでダブルクリックします。そうするとこの周辺にこう丸ができるんで、反転させてカーブで落とします。でフェザーで、フェザーを上げておきます。はい。こうするとちょっと周辺が落ちてくるので、少しこの映像に立体感が出たような気がします。でですね、さらにこうズームして
飛び込んだ後、ここでカメラが止まっちゃうのがもったいないんで、アンカーポイントツールを使って、さらにじんわりズームを追加しましょう。こういう感じで、ギリギリまで大きくしましょうか。こういう感じで、こう位置とは別で、こういう感じですね。こうじんわり、ちょっとわかりにくいですかね。もうちょっと引いておきましょうか。こういった感じで、こう中に入った後もこうじんわりとズームが続いているような感じにすると、こう立体感というか、こうアニメーションとして綺麗な感じがします。で、ちょっとそれに伴って今引いてしまったので、ここは見切れちゃってますよね。なので、ベースのサイズをちょっとこうやって拡大しておきましょう。はい。こんな感じで、ズームのトランジションは完成です。はい。ということで、ズームのトランジションは完成したんですが、最後ちょっとこの別バージョンとしてこのスピンがついているものを作っていきたいと思います。このズームのトランジションができたコンポジションをコピーしておきましょう。コンプズーム 2というふうになってるんですけど、こちらの名前をスピンにしておきましょう。スピンで新しいコンポジションとして開いて、もうベースのアニメーションはできているので、ここに回転を付け足しましょう。カメラコントロール用のヌルに対して回転をかけていきます。 R を押してローテーションですね、この Z の部分を足すんですが、こういった感じですね。で、現状の位置、頭の方にキーフレームを打っておいて、このヌルを選択した状態で U を押します。そうすると今入力されているキーフレームが出てくるので、まあ、こういった感じでこの3秒目でアニメーションができているというのは再確認できます。で、ここを回転させておきましょう。ぐるりと回転させて、ちょうど180度回転させましょう。はい。で、こちらも同じようにイージーズをかけておきます。そうすると、こういった感じでシーン全体にスピンがかかったのがわかると思います。ただですね、このままだと、この位置の緩急と、このアニメーションの緩急があまり一致しないので、こういった感じで山なりに、緩急のカーブを合わせてあげましょう。はい、そうするとこういった感じでアニメーションも自然になってきたかと思います。はい、いい感じですね。ただこの映像が逆さまになっているので、このインサイドも180度回転させましょう。で、このちょうどこのマウンテンズの文字はこのインサイドに紐付けてたので一緒に回転することができますと。はい、こういう感じですね。はい、あとそれに伴ってここの白い部分が余計また出てきてしまってるので、これもちょっと合わせて拡大しておきましょう。はい、あとはですね、シーン全体にモーションブラを適用します。この文字の部分と奥のマウンテンズとこのインサイドの文字ですね。はい、ここにモーションブラをかけておくと、こういった感じでかっこいいトランジションが作ることができます。はい、こちらで完成となります。今回はズームのバージョンとズームにスピンを足した2つのバージョンを作成しました。まあ、結構仕事でモーショングラフィックスを作っている時に、なるべくこうシーンの乗り換わりはシームレスにしたいっていうオーダーがあるので、まあ、このやり方が全てではないんですが、こういうやり方が一つあるというのだけちょっと覚えておいていただけるといつか役に立つかなというふうに思います。はい、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございます。こんな感じで役立つチュートリアルをたくさん作っていきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録と高評価いただけるとありがたいです。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。サンゼでした。ではまた。